This is Tonton Train! Yay! How are you today? Okay, ハリーポッターのね、動画続々アップしてますが、今日はですね、バトルの仕方について、話したいと思います。ですね、最初の時にいろいろやったんですけど、ちょっと今日はバトルだけで詳しくね、あと指のところを見せながらやっていきたいと思います。Let's do it! Okay, ということでやっていきます。ハリーポッターで、この、これ、これが、いわゆるジムになってます。で、これがと、まあ、ゲーム内では砦って言うんですけど、これをタップします。はい、こんな感じで出てきます。すでに2回やってるので、3つまで出てるんですね。で、これとりあえず最終レベルをタップします。で、この石がね、ちょっとね、よくわかんない。多分ね、このこれらのメダルが、メダル経験値が多分ね、上がるんだと思うんですよね、この石。だからどれか上げたいものを選ぶと、多分1はそんなに何効果が薄くて、5とかだと多分すごいレベルが上がるんじゃないかなと思ってます。とりあえず、どうしようかな。2にしときますか。これとかをタップして選んどきます。で、20秒ですね。難易度169。この度合いはよくわかりませんけど、とりあえず20秒待ちます。で、この同じところに入ってくるとプレイヤーも出てくるんですが、グループチャレンジに関してはまた後ほど動画出したいと思います。はい、ロビーの待機時間が20秒終わりました。2体の敵を倒します。で、とりあえずここに1体いるのでこれをタップで、なんかここにメンバーがね、表示されるはずなんですけど、今日は1人なんで、このまま行きます。GO! AR をオフにします。音がうるさい。やべ。で、この杖を動かして、こう、ここに合わせるんですね。こうやって。で、こう攻撃する感じで、守るときはこう、わかりますか。杖を押さえて星がこう動くので、こう合わせてって、こう、こんな感じですね。これを繰り返します。で、守らないと HP がかなり減るので守った方がいいです。こんな感じで続々やっていきます。触って星を割って、こんな感じです。で、守る。あ、今失敗してる。で、これ失敗するとすごい減るんですね。こんな感じで、え、よいしょ、いいよ。こんな感じでやっていきます。倒した、イエーイ。で、ここに数字が表示されるんですね。で、これが待機時間、できる時間なんですね。で、1回やられちゃってもこの3分、今だったら3分以内で、再挑戦はできる。で、こっちの HP はさ、全回復するので、3分以内だったら死ぬことを恐れずにどん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 やっちゃった方がいいです。ということで、あ、これは強いな。全然減らない。1回やられちゃいます。守ってももう持たないでしょうね。やられた。で、ドックアウトされて、明るすぎるかな、見えないか。はい、で、ここが2分26秒なので、まだ挑戦ができるので、これを、これが何、全回復するまで待ちます。体力がね。はい、で、回復したのでもう一回挑戦します。あ、誰か入ってきた。まあ、いや、それは後でやります。挑戦で、こんな感じで同じようにやっていきます。よっ、怖っ、かなり近づける。で、杖を動かして、よっ、よっ、こんな感じでやっていきますよ。星を合わせて、ピュッ。あー、失敗した。
だからあのタップとかじゃなくてずっと押さえてることですね。杖の動かし方、こう動かして触ってでやって、このね杖の動かし方慣れないとちょっと難しい。倒せるかな。あとちょっと、こっちもあとちょっとだな、まずいな。いけるかな、次で。あ、倒した。こんな感じですね。こんな感じで勝つと報酬がもらえます。ペトロナーム。レベル2ヌーン、だからこの石の棒だね、使った石ので、闇の魔術使ったからそれが上がったってことですね。で、石によって上げたいものが上がりますよってことだ。で、敵もおそらく変わってくるんだと思います。はい、よくできました。そうするとほら1個レベルが解放されましたよね。こんな感じでどんどんやっていきます。で、すでにロビーにいる場合はここに人数が出てみたいな。で、次のやっても多分ね倒せないと思うんで、今日は今回はこれで終わります。 OK、 ということでいかがだったでしょうか。バトルの様子、最初のねあの初見の時バトルのねやり方、杖の動かし方が分かんなかったんですけど、杖のタップしてこう微妙に動かすと星がねちょっと離れたところで動くんですよ。それは何ターゲットに合わせてあのゲージが溜まってってからの、そのまま離さないでね、そのままヒュッてやると一番早い。失敗するとねもう一回やんなきゃいけないんですけど、まあそんな感じで、画面に、防御呪文プロテゴっていうんですけど、防御呪文の奇跡が出るのでヒュッヒュッヒュッって早くやんないとダメージが多く食らっちゃう感じです。で、あのね会場内の時間内であれば何回でも挑戦できるので、その時間内に全回復してやるとか、魔法薬使って攻撃力アップさせるとか、 あるいは自分の職業のねランクをどんどん上げてってどんどん強くするっていうのもありなんですけど、とりあえずこんな感じの戦い方でした。この動画がいいと思った人は大ボタン、あとチャンネル登録もねぜひよろしくお願いします。いい予習になっていたら幸いです。日本でもねハリーポッター盛り上がっていきましょう。ということで、 If you want to be a passenger please hit the subscribe button and hit like。 またね。